さあ皆さん、南山大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、空小10問題13問、ただこれを全部やってるとですね、視聴時間がかなり長くなってしまってですね、皆さん見ていただけないので、最初の7問ここをご覧いただけますと、南山大学の解き方もしくはレベルを確認できるかと思います。もちろん集中力も続くかと思いますので、7問頑張っていただけると嬉しいかと思います。まずは第一段落でございます。空欄29番の選択肢はこちらですからね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、選択肢眺めていただきますと、関係代名詞と関係副詞が並んでますよね。で、皆さん空詞の右側見ていただきますと、主語動詞完結してますよね。つまり大部分の従業員が働くと。で、こういう感じで完結していると関係副詞を選んでいただけるとよろしかったですね。そして念のため空詞の左側、こちら場所を示す表現ですよね。ですから正解は B のフェアということで問題ないかと思います。もちろん他の選択肢は全部関係代名詞ですからね。さあ続いて空欄30番お願いいたします。皆さん、先に見ていただきたいのはこの most でございます。で、皆さん、この本文で most はどういうふうに使われているのかということなんですが、右側 employees ということで名詞にかかってってますよね。ですから形容詞としての働き、ですからこちらの D を使いたければ空詞の右側に名詞があるといいんですけども、見ての通り動詞ですよね。ですから D は×ですね。そして皆さん、空詞の前後を見ていただけますと完了形になってますよね。つまり継続で、ある程度の時間継続されているということは A のロングが正解ですね。で、 B と C なんですが、思い出してください、何にかかってきましたか。ファーもマッチも非格級を修飾する表現でしたね。ですが今回はそれがないので×ということでよろしいかと思います。さあ続いての段落でございます。まずは空欄31番お願いします。で、皆さん、空詞の右側見ていただきますと more easily 副詞でございます。ということは空欄31番には自動詞を入れれば良さげですね。ですから他動詞のジョインと対ですね、ジョインは参加する、対は結びつける、これを×としていただけるとよろしいかと思います。で、自動詞のボンドとリライですが、ボンドであれば絆を結ぶ、リライは依存する、じゃあどういう関係ですかと言われたら、例えばこのあたり、チームとして働くには、そしてこのあたりもヒントですね、同じ部屋で一緒に働くんですね。そうすると皆さん、リライ依存してる関係では話にならないですね。ですから正解は B のボンドですよね。もちろん絆を結べば一緒に働くこともできますし、チームとしても機能しますよね。ですからボンドでよろしいかと思います。さあ続いて空欄32番お願いします。皆さん、これは空詞の右側 TOB とつながる選択肢見つかりそうですね。もちろん正解は C ですよね。 Turn now と TOB うにゃうにゃ、うにゃうにゃであると分かるという意味の熟語でしたね。さあ続いて33番お願いします。皆さん、これは後ろの on とつながる選択肢見つかりそうですね。もちろん正解は D のフォーカスですよね。フォーカス on でうにゃうにゃに焦点を当てるということでよろしいかと思います。さあ続いて空欄34番お願いします。皆さん、これは左側 not only点点点 also、 これでいけそうですね。もちろん正解は A の but ですよね。 not only A but also B、 A だけでなく B もという熟語でよろしかったかと思います。さあ最後は空欄35番でございます。皆さん、これは前の第一段落をヒントに解けるかと思いますので、この2つの段落合わせて考えていただけるとよろしいかと思います。まず1つ目のヒントは空詞の右側ですね。つまり自分たちのオフィス、一人一人のスペース、そういうものがあるビルにアゲインと書いてますよね。で、皆さん、ちょっと思い出してほしいんですが、まず最初はオープンなオフィスと書いてましたね。つまり一緒に働けるように、しかも広いと書いております。つまり日本式で、そういったところで働くのがいいんじゃないかと思っていたら、皆さん、ミステイクだと分かったんですね。ですからアゲイン、もともとあったところに戻ろうとしてるんですよね。で、皆さん、それで一番最初に消せそうな選択肢は D のバックアップでよろしいかと思います。で、もちろんバックアップってのはコンピューター用語ですからね。
データをバックアップしておくみたいな話ではないので、 D は×ということでよろしいかと思います。で、残りの ABC、 出だしはバックですが、違いはフォーなのかイントゥなのかアウトなのか。もちろん最初はオープンなところでしたが、もともとあった場所に戻るんですね。つまりビルに変化が起こるんですよね。ですからその変化を示す選択肢、もしくは前置詞、ご存知の方いらっしゃると思います。もちろん正解は B のバックイントゥですよね。で、皆さん後でまとめますので今聞いとくだけでいいんですが、イントゥと言われたら変化でしたね。変化のイントゥ、その知識を知ってるかどうか、それを試す問題と考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた知識で次につながるものをまとめておきました。こんな感じでございます。で、ご紹介できなかった問題の中でこの括弧7番、このあたりの知識も問われておりましたので、プラスアルファしておきました。まあ、とてつもなく難しいというわけではないかと思いますが、もし知らないところがありましたら、この後ノートを取っていただいて、で、ノートを取ったらこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言えるというところは頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、皆さん合格してくださいね。